りました。とりあえずね、来たものをね、ちょっと開封していこうと思います。まずこちら。こっちか。はい、こちら。これはね、アンカーの、ケーブルホルダーでございます。ケーブルホルダーっていうのは、こういうのですね。わ、いいね、いいね。質感がいいよ。いいね、いいね。これ、ケーブルを、ここにね、こういうケーブルのここにこうはめて、そしてここに、こうとね、でこれをデスクのところかに置いておくと。はい、じゃじゃん。あ、こっちか。はい、ウィールですね、ウィール。はい、そしてこちらが、ファイヤー TV スティック 4K。これを挿せば OK と。こちらがリモコン。これ先日買った Apple TV 4K のリモコンね。でもこっちがやっぱ高級感あります。だってこっちのは合計で2万ぐらいしてます。これはね6000ぐらい。この Vlog をご覧の方は僕が朝、まあ日頃からねスケボーでクルージングしてたりすると思います。もう欲しくって欲しくてもう買おうと。ナイキ SB といって、あのナイキのスケートボードラインの、シューズになります。おお、いいね、いい、かっこいいわ。ここら辺にね、ちょっとこう穴が開いてて通気性もいいと、いい感じ。よし、はい、ということでいきなりでしたけど石原さんの開封レビュー終わります。これはあの長女がね作ってくれたフェルトで作ってくれた、まあこの Vlog でも紹介してますけど、こう色をね下にこっち側に光をつけるだけでちょっと雰囲気がぐっとね青の光に映えているかと思います。いや、これだけでも全然このねスタジオの雰囲気というか、こういう雰囲気が全然変わってくると思います。気持ちいい音が。ファイヤー TV。はい、皆さん石原さんの世界観をちょっと確認してみますよ。あ、石原さんの世界観ってここに出とるほら。石原さんの世界観って出とる。はい、石原さんの世界観。よかったやんパパ出てきた。あ、でもアイコンが出てこんで、あ、出てきた。ほら。これユラが写真撮ったやつ。そう、ユラが撮ったやつ。最新がこれですね。全部 4K ですから。 4K ってなってるやろ。全部 4K ですから。はい、ということで Fire TV 設置完了いたしました。この僕のベッドの上に長女が作ったフェルトで作ったパグとなんか持ってるけど、犬、クマ、犬、おー、なんかこのテーブルではクリエイティビティが活発ですね。ベロうま、ベロうま。はい、今ねゆっくりしたんで少しね作業をして本を読んでいきたいと。
じゃあ今から打ち合わせに行きたいと思います。はい、持っていくのは iPad だけでございます。iPad と、はい、こちら。マグセーフの、はい、ウォレットケースになります。これを持っていつもね、最近はもう打ち合わせに行っております。もうキャッシュレスですし、まあ免許証ここに入ってるんですよね。健康保険証と。で、他はもうこれだけで行ってきます。はい、うちの弟が描いた絵、かっこいいっすな。最近もっとね、いい感じの絵が仕上がってます。これです。となるとね、やっぱこう、他にもすることがあるから、いろいろこう。はい、コマさん。はい、コマさんでしょ。いや、でも福岡の友達とかは、もうコマちゃんとかコマさんやけんが。はい、今帰ってまいりました。今からね、ちょっとね、ウェブのやつをやりたいと思います。手帳だ、止まる？今、車道で倒れそうになる。ちょっと、海入れをやっております。はい、じゃあ午後からのワークをやっていきたいと。電気泥棒。さっきニュースであった。はい、これが、ナイジャモデルのスケジュールになります。1年前ぐらいに買って全然入ってない。はい、で、これこの間ね、買ったシェーンモデル SB の、ナイキ SB シェーンモデル。ここね、特徴的なスウォッシュ。で、これがブレーザーですね。ナイキのブレーザー。こうすると色がつくという、ちょっとなかなか。これね、半年ぐらいちゃんと普段履きで履いて、スケジュールにしました。で、こっちがステファン・ジャノフスキーだったかな。モデルです。で、これもちょっとスケシューですが、ステファン・ジャノスキーのモデルです。で、今スケシューで履いてるモデルが、こちらの、はい、ブレザーですね。ナイキブレザー。よいしょ。じゃあちょっと読書をしてね、寝ようかなと思います。